はいどうも、なおちんです。今日も妖怪ウォッチプニプニやっていきます。よろしくお願いします。そしてね、まず最初にフレンドの人たちにお礼を言いたい。ありがとうございます。本当にありがとう。2日間でマゼラ10回倒しました。ありがとうございます。すごいよね。出た瞬間に倒してくれる人が結構いて、すごく助かりました。で、マゼラゲットしてます。ゲットしました。これでね、ミケッティオにも挑戦できるようになったんじゃないかな。で、7回目か8回目の勝利でコインがもらえましたね。これ妖怪ヒーローコイン、これが SS 以上確定みたいなので、今日はこれを引いていきたいと思います。どうもね、俺のデッキはデッキっていうの？デッキっていうかわかんないけど、バフがいないのよ。うん、未だに轟獅子で言ってるんで、何かバフができるやつが欲しいかな。で、できれば勇ましがいいのよ。できれば勇ましの強いキャラを狙っていきたい。というと、アースウォーカーとか、ベニマルになるのか。でも、アースウォーカーとノアがいると、ちょっと見た目が分かりづらいよね。まあまあ、とりあえず、出たやつ、全部使っていきます。なんか、昔俺がね、やってた時期の、妖怪ウォッチプニプニ。まあ、普通にこれ回して、S ランク出たらすっげーラッキーみたいに思ってたけど、今はもうね、あれだよね。その妖怪たちはもう弱すぎて使えないんだよね。実際のところもう SS 以上じゃないと厳しいところなんでしょ今って。まあいいか、とりあえず回さんでいいか。今日はヒーローコインを回すっていうことなんで、ヒーローコインを回していきます。いや怖いな、怖いな。SSS 以上、トリプル S か Z だったらめちゃめちゃ嬉しいんだけど、怖いね。ちゃんと出てきてくれるかどうか。どこだ、どっか。あった、妖怪ヒーロー、アースウォーカーとブルームーンで T 台にギャラクシー。そうね、全部いいよね、全部いいね。 OK。SSS 以上か。トリプル S 以上確定だわ。OK。いきます。できれば、できれば、アースウォーカーか、ベニマルか、Y 覚醒ベニマル。どれか。いきます。あ、これ。ごめんね。5つ星いっちゃった。いいよ、いいよ。ここでは別にね、中途半端なやつ出てきてくれても、構いません。妖怪ヒーローガチャでいいのが出てくれればそれだけで挽回するんでね。いくよ、1回目いきます。はい、まさか Z。 またローか。どうなの、どうなの。まあシャイニングエールとかゲームでは使えてたんで、もしかするとバッファー、わかんない、ローリングスクリューかもしれないしね。まあとりあえずマタロウが出ました。んーで、もう一個、もう一個いきます。頼むよ、頼むよ。 Z ほい、 Z ほい、来い来い来い。野づちか。え、種族がなんだ、ニョロロンあたり見てみましょう。あ、不気味か。バイパー、あ、スコアアップ、悪くないか。スコアアップがどれぐらいいいのか全然わかんないんだけど、そうね。で、自分以外の妖怪プニを出やすくする。
まあ悪くない。で、マタロウがなんだ、ローリングスクリューか。あ、おいいよ、攻撃力アップしてデカプに作る。お、めっちゃ強いんじゃない。いいよいいよ。で、6サイズ以上消した時に回復。おー、素晴らしい素晴らしい、マタロウ素晴らしいね。でも種族がな、ポカポカか。まあとりあえずまだね、全然手持ちがこんな感じで少ないので全然いけないんだけども、まあ今回妖怪ヒーローガチャでノズチカとマタロウ出ました。とりあえず育ててみます。2人ともまあバフ系の必殺技なんで、まあ欲しかったやつに間違いはないんで、やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。